獄を見ていくがいい。時は世紀末、世界は核の炎に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。世は再び暴力が支配する時代になっていた。彼には逃れ得ぬ宿命があった。世界が核の炎に包まれた時に死の灰を浴び、病魔に侵された時は北斗神拳伝承者の道を断念し、病に苦しむ人を救う旅を続けていた。やがて体が弱り、一人旅ができなくなると、あえて監獄の町カサンドラに囚われ、弟のケンシロウを待った。そしてついにケンシロウ、レイ、マミヤとの対面を果たす。ケンシロウと共に再び旅に出たトキのもとに、剣王侵攻隊がマミヤの村に進軍しているとの報が届く。レイ、そしてケンシロウはトキに先行して村に向かった。トキもまた彼らの後を追う。剣王とはラオウ、北斗の長兄。今のケンシロウではラオウと戦っても砕け散るのみ。時の宿命が再び動き出す。俺がラオウに勝てぬ理由が。貴様はまだ己の剣の質を知らん。俺が恐れたのは時の剣。第1話、静かなる巨人。半人前の技では俺は倒せんぞ。剣王様に忠誠を誓わぬ者は我らが抹殺。逃げろ。助かりました。そのお力でどうか他の村人も救っていただけませんか。
に扉を開くスイッチがあるのですが、我らには飛び越せそうにありません。殺気が強すぎる。
道を開けるがよい。奴をこの毒沼に落としてしまえ。我らは剣王様の秘術で強化されている。毒に苦しむのは貴様だけよ。私は倒せんぞ。やっちまえ。天照百裂拳、せめて奥義で葬ろう。足を下ろすスイッチはこちら側にしかない。残念だったな。バカ、こっちに来んじゃねえ。Yeah!
百裂拳。死ね。先に進め。どうせ殺されるだけだ。シェルターまでご援をしてくれませんか。こら待て、どこに行く気だ。
引けぬ。さあ、かかってこい。守り抜く。は
敵をなぎ倒せ。せめて大きな反応。炎症百裂拳。諦めるな。俺たちも戦うぞ。剣王様に逆らう。様らずに皆殺しだ。葬ろう。足止めに殺されている。やめておけ。
もう来よったか。ケンシロウ、命は投げ捨てるものではない。だがたとえ 99% の勝機はなくても。いや、今のお前には残り 1% の勝機もない。見抜いておるわ。だが時が現れた以上、お前たちと同じ地上に降り立たねばなるまい。私の剣、私の戦い方はいずれ必ずお前の役に立つ時が来るだろう。飛行神探中をついた。お前の体は私の声がかからぬ限り動かぬ。ケンシロウ、よく見ておくのだ。私の戦いを。行くぞ、ラオウ。せめて痛みを知らずに安らかに死ぬがよい。